奈良電気鉄道デハボ線系デハボ線1 2メーカーカタログ写真。台車は輸送用の仮台車。奈良電気鉄道デハボ線系電車とは、奈良電気鉄道が保有した電車の位置形式である。1928年11月3日の桃山、五両前から、大和最大時間部分開業に備え、同年10月に、デハボ線1から1024の24両が、 名古屋の日本車両製造本店で一挙に製造された。同時代の川崎造船所製車両の設計を模倣した車体長 16,970mm、全長 17,018mm、最大幅 2,628mm の反抗性車体を備える。これは木造車時代と同様に大枠の側面に柱を組み付けて構え体を構築し、 各部をリベットで組み立て、さらには強度確保のために大枠重量を下方に膨らませた、漁服式大枠を採用した最初期の構成車体の典型例であり、17メートル級の中型車ながらメーカーカタログ記載値で16.2トンという非常な重量級設計となっている。つま面は中央に貫通扉を設置した3枚窓構成である。 通風機はお椀型のものを搭載しており、扇風機は設置されていない。窓配置は DD5D4DDE として、片引き戸による客用扉を3箇所に設置し、開業当初は炭鉱運転を主体として計画されたこともあって両端に全室式の運転台を置き、710mm 幅で統一された側窓は、戸袋窓以外すべて一大加工式として2本の 保護棒を取り付けている。座席はすべてロングシートである。本形式の特徴は、ギリシアの神殿を思わせる優美な装飾を施した、中東部に代表される、豪奢な造りの木製内装にあり、その凝った装飾は最晩年まで維持された。また、乗り入れ先である、大阪電気軌道奈良線の油坂から大気奈良間に、平洋軌道区間が存在したため、心臓当初は、床下両端に、 大きな排唱機を装着していたのも特徴の一つでアメリカのインターアーバンを彷彿させるものとなっていた。同時期の京阪電気鉄道の車両設計の影響を強く受けており、その、端子電圧 500V 時定格出力 75kW、定格回転数 757RPM の東洋電気製造 TDK-520S を吊り掛け式で拡大車に2機ずつ、 計4機層化する。波数比は22時53分イコール2.41で、ある。東洋電気製造 ES-155A 電動化無軸式制御機を搭載する。これは本形式の設定当時、一方の親会社である、京阪電気鉄道が、京阪専用電動車に標準採用していた制御機であり、俗にデッカーシステムとして知られる。 イングリッシュエレクトリック社製制御機を東洋電気製造でライセンス生産した製品である。この制御機は、ノッチ診断後、主電動機に流れる電流が規定値まで低下すると、それを検出した限り流形電機が作用して、パイロットモーターに回転を指令。それによって、主回路の切り替えを行うカムスイッチの駆動軸を、段階的かつ自動的に回転させる。 自動加速制御機構を備えている。設計当時の日本において、電化施設向けとして広く普及していた、東洋電気製造 C ュアクパンタグラフを、奈良よりに一気搭載する。ボールドウィンウェイ型の模倣品の一つである、住友製功所 84A-34PC3 釣り合い良識台車を装着する。開発元である、ウェスティングハウスエアブレーキ純正の M3 同弁による、 アム自動空気ブレーキを搭載する。エムベンは、奈良電と同時期に、京阪電気鉄道のもう一つの子会社である、新京阪鉄道が製造した P-6 型に採用された、当時最新の有自財弁による、U ブレーキシステムと比較すると一世代古いシステムで、あるが、U ブレーキと比較して、軽量コンパクトな機構を備えており、 開業時の一列車の連結車両数が1両あるいは2両と単編性であった奈良電の輸送実態に適したシステムであった。奈良電の開業以来、1969年9月に実施された京都線の河川電圧の直流600ボルトから直流1500ボルトへの昇圧工事に伴う、東多まで約40年にわたり奈良電鉄線近畿日本鉄道京都線の 主力者として徴用された。その間、1950年頃に手動開閉であった客用扉へのドアエンジン設置による自動化が実施された。その後1956年にはトップナンバーであるデハボ10001が廃車となり、デハボ1350軽心像に伴う危機教室元となった。このため、 1963年10月1日の近畿日本鉄道との合併の際には、デハボ1 0から1024の23両が承継され、合併に伴う形式称号の変更においてはもう430系431から453と改版されている。近畿日本鉄道への合併後、まずも448.450の2両が1968年に廃車となり、 その車体が木造電動貨車であった、モア 2830K2831.2832 へ転用された。この時点で本形式は21両が残存していたが、製造以来40年が経過し、老朽化が進行していたことと主要機器が、省圧に対応できないことから、1500V、省圧圧工事完成の時点で、全車廃車の方針となった。 そして予定通り、京都線が昇圧された1969年に、残存全車が旅客車としての営業運転を終了したが、この昇圧実施に伴って、本形式と同様に廃車となった電動貨車の代替として、以下の五両が転用、機器流用による車体新造を実施されてその後も存続した。も四十五電動貨車へ格下げられもは6 1 k 十一へ、 海番。改版も449.451から453、心臓無害電動貨車の五十 51K51 から54、え、主要機器と車席を教室これら5両を除くも431から444.446447の16両はそのまま、廃車解体となっている。このうちもは61については、格下げ時に搭載機器の昇圧改造工事が、 実施されたが、小型車ゆえに床下に搭載しきれなかった1500、ボルト対応機器の一部が、車内床上に搭載されるアーマドが、アルミ殺死化されたものの、それ以外の車体外観については、概ね原型を保ち続けていた。その後、同社は、電動化車の形式番号整理で1971年に、モア87型87と、改盤され、さらに台車と、主電動機を、 それぞれ600系廃車発生品の住友金属工業 KS-33L と三菱電機メガバイト -213AF に交換したものの奈良電以来の車体を保ったまま1985年まで最大自社故障中の救援車として在籍した。最終的にこのもは87も廃車解体されたため本形式由来の車体はすべて解体処分となった。 さらに危機器流用車である元 75K75 75から78も後年になって老朽化で流用機器の換装を実施しているため本形式に由来する機器、車体はすべて現存しない。ただし元 51K 心臓の際に車席が流用されたことから書類上は元 75K77.78 として出幅1023.1024の車席が 今なお存続している。ありがとうございます。